皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もウォッチドングスレギオン遊んでいきましょう。さあ前回についてメインミッションアルビオン潜入を攻略中です。でね、今回メールさんを採用しろ。でそのために車をですね盗みに行きます。医療車両、これを盗みに行きます。あーまずい、アルビオンだった。大丈夫、接触事故セーフです。これがですね、これがあの、なんだっけ、EPC か。で、こっちのですね、これ簡単にいけるか。ありがとうね、避けてくれた。ここの、さらに一ブロック置く。ここの、あとね、そこにあれあるわ、テックポイント。この正面か。じゃあちょっと路中して、これはですね、これどう攻める。近くに車両を発見しました。少なく見積もっても2年分の治療薬が積まれています。それだけあれば依存を断ち切ることも可能でしょう。分かったわ。この中、これはそうね、やっぱりクモちゃん、まずこれをポイントやって、よし。まず先に、ポイントね。テイクダウン。危ねえ。これ敵か。よし。で、シュラウド。ポイントも取ったね。じゃあ、それ、まあ、せっかくなんで、このまま行こうか。ハイジャック。敵の先生は。車内に薬を積んだ車両を発見しました。破壊しないよう気をつけてください。了解。それね。医療車両。と、こっち。スーパーカーか。こいつはですね、眠ってもらおう。注意を引く。行きませんね。あっちから来る。そこも、あ、これなるほどね、敵じゃないんか、これ。じゃ、こいつが、行くわ。よし。さあ、まず一人。で、そこに敵がいて、妨害。ここに来てくれればね、潰せるんだけど、車で持って。これ、ハッキングはできないもんな。次、そっち。これもトラップ。これはそうね、開いて、読んどいて、いいね。ちょうどいいとこに。よーし。さあ、ぶっ飛んだ。残りはそうだね、そこまで。脅威ではないかな。これハブね。よしと、じゃあ行きましょうか。行きましょうかと言っても、どう入るか。こっから、いやー、早速そこに一匹ね。あれはでもちょっと面倒いな、配置が。まあいいか、ノリで行こうか。で、そこの下、そこに2人、1人やってしまおうか。よし、あともう1人。これはヒットするかな。よし、いただき。あとどうかな、もうほぼいないかな。救出、これは人質か。でもなんか銃、え、銃持ってるけど、え、ない、どういうこと、全くもって状況がわからん。え、ないこれ今の。救出、救ったと思ったら撃ってきたんですけど、なぜ。で、これどう出る、出口。出口はですね、こっち、いやでもここじゃないよな。これはやっと、待ってね、停止させてからの、よし、これそっちかな。まず乗っていこう。アンビュランス、
乗り物は OK。 次は我らが友人が無事回収できるよう安全な地点を確保しました。今座標を送ります。ここはこれ突破できる。何これ、このこれを、あ、そう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 、よしよしよし、いいよ。さて、でこれでまったりいきましょう。こっからはもう安全運転ね。あー、ダメ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 、もう前に来ないの。よしと正面全く同じ車両がいるんですけど、大丈夫？そっち行く？私はこっち行く。たもとを分かつ。これ待って、どこまで行くんだろう。今ここにいた。あー、これ結構遠いぞ。マジか。ここまで何これ、ずっと行くの。じゃあこれカットしようかな。多分そんなにイベントも起こんないでしょう。おそらく。起きたら収録しましょう。大丈夫。軽傷だろ。おーし。さあ、ぐるりと回って、で、着きました。どう？お待たせ。終わったわよ。薬を積んだ救急車は安全な場所にあるわ。詳しいことはうちの AI に聞いて。お友達の幸運を祈ってる。とにかく、あなたに借りができたわね。デッドセックはいつでも人材募集中よ。一緒に楽しく活動してみない？わかった、協力するわ。一緒に楽しく。さあ、メルさん採用完了です。おーし、で切り替えて、こっからか。デッドセックはより強く、より賢く、よりセクシーになっていくわ。ようこそ。そうね、できることは何でもする。よし。メンバー内にアルビオンに所属している人物がいます。本人に相談してみましょう。ナイジェル・キャスの会合は間もなく始まります。用意ができ次第ロンドン塔に向かってください。こっからロンドン塔ね。ロンドンタワー、ちょい待ってな。今15ポイント。この人はですね、メール・ドイル、アルビオンの請負業者。部隊内でマシンガンドリルの最速記録を持っている。で、装備、制服とライトマシンガンと警棒ね。クローク、いや、やっぱでもどっちかっていうと、ボットかな。よし。もう一枠、ここに、ここにね、そう。待ってね。これがですね、埋まらないんだな、この人は。持てませんと。まあ、しゃあない。と、トリガー、手錠。テイクダウンでターゲットに手錠して逮捕する。切り替え可能。これは何だろう。手錠。オンオフは可能。でもこれ使うことある？まあ、これでいこうか。さて、で、こっからね、やる気満々です。アルビオン潜入。今のタスク、ホワイトタワーに侵入しろ。これどこ？ホワイトタワー。ずーっと行って、これがあの前回のとこか。よーし。間違えていったとこね。こっから行く？子供の遊びね。私にとってはだけど。加入したばっかでしょ。調子乗んな。で、それとですね、テクノロジー、今サプレッサーついて、あ、よし、ついてるね。こいつありがてえな。で、これは初のチュートリアル、制服着用アクセス。一部の工作員は特定の立ち入り禁止エリアに入るための制服着用アクセスを持っている。で、真ん中、制服。アクセスするにはスキルホイール、上直しの制服を着用しよう。着用すると立ち入り禁止エリアの表示がミニマップ上で変化し、移動が遅くなる。で、最後、疑わしい行動を避ける。不審な行動を取ると警備員に怪しまれることがある。警備員に接近すぎる、走るといった行動は避けよう。これは、あ、このドローンちゃんもそうなんだ。いつも通りやるわよ。バッチリですね。元同僚でもよほどじっくり見ない限り気づかないでしょう。とりあえず誘導しといて、バレないように。
はささっと通過する。よし。ああ、でも確かにこれだったら、あれだね。スパイダードローンよりは、ボットよりは、クロークか。ただもう、変えることができません。あと、この上。ここに、ポイントがある。これね。よし。これは読んどく。よし。で、死んでもらって、こっから、ぶっ飛ぶ。よし。うわ。待って、結構ぶっ飛んだら今の。あ、これまずくない？妨害。あー、これまずいな。これ明らかにこれまずいっすね。こうなったらもう景気感重要。周りに3人。大丈夫。やれる数です。で、ぶっ飛ぶ。後ろに2人。大丈夫です。やれます。ここから登ってくるんで。よし。結局こうなるって。まずい。L1。よし。いいね。ジョンウィックっぽいやつ。さあ、リロード終わった。今のな、あの、ぶっ飛んだので、あんな風に気づかれるのか。そこに一人いる。このね。あ、そう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 、こいつね。撃ってからの、こうよ。殺すの？いいけども。で、トラップ。このね、そこの上ですね。よーし。まあ、ドンパチを楽しもう。で、ドローン来たな。これは、ジャックできる。そうなんですよ。わしのもの。さあ、ショットガン。と、こういった。エルシ妨害。これ気持ちいいね。と、ここに君。これは取れるかな？よし。さあ、もうちょい。OK。で、見て。どこ？そこのこれか。さあ、内部。全員ぶっ殺したけど。いいのかな？入ったところで警告です。ここで騒ぎを起こせばナイジェル・キャスは間違いなく会合をキャンセルします。元同僚に気づかれないようにしないとこの作戦は失敗します。さあ、ここはもう完全にガチガチのステルスか。ああ、ナイジェルならこの階層に重要なものは置かないはずだ。キャスについて随分と詳しいみたいね。まあな、知らなかっただろうが、俺も昔はアルビオンにいた。キャスとも仲が良かったし、昔は尊敬してた。昔は英雄だったんだ。文字通り機械分野の天才だった。あいつも俺も機械マニアで憧れてたんだ。だからアルビオンにも加わった。もう勘弁して。奴がイカれた殺人鬼だってことは後から気づいたんだ。これね、こっからそこのあの階段ですね。上に行かないといけない。そっちね。そう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 。なので、あの奥の人、あれをまず陽動かけて、こいつも陽動かけて、あ、できないか。多分こいつは大丈夫。清掃員ね。まずい。後ろのやつに気づかれた。これ、今のちょっときついな。めっちゃこっち来てるもん。めっちゃ来てる。ほら、ドアを開けるにはセキュリティパスが必要です。大丈夫。それはよかった。近くのコンピューターを使って偽造してください。これまずいな。陽動。ナイジェルは侵入者に情けをかけたりはしないぞ。わー、危ねえ。
ダッシュ。外は見たか？この街にはまだまだ手を加えなきゃいけない。さて、振り切ったかな？言ってる意味は分かるか？あいつ厄介だったな、今の。奴らにはとっくに対処した。偽造の準備が整うまでにはまだ時間がかかりそうです。退屈しのぎにキャスの父親の死に関する内部調査の資料と画像を用意しました。見せて。うわ、こっちあいつバリバリ来るし。あ、でもそこで止まんのか。被験者ナイジェル・キャス。ミスター・キャスは当時のアルビオン CEO であった父ギャレス・キャスの殺害を目撃し心的外傷を負った。彼はそれを異様な出来事と捉え、直後から症状が見られ始めた。ミスター・キャスの初期症状には不眠、誇大妄想、曲解された非難、そしてたびたびのフラッシュバックなどが挙げられる。しかしながら自身の怒りと彼が言うところの無力感を仕事に向けることで、アルビオンが予期せぬ暴力を防ぐためのメカニズムとなる目標を掲げるに至った。彼は著しい躁状態にあり、精神疾患を患いかけているものと推察される。ミスター・キャスのような人物が軍事企業を運営するのに適しているのか、個人的には疑問を覚える。しかしすでにこの診断は打ち切りが決定しており、今となっては継続した観察以外に推奨できる措置はない。呆れた。自分の過去すらまともに整理できない奴にこの町の警備を任せていたなんて。ああ、ナイジェルは自分の父親と俺以外に親しくしている人間はいなかった。多分人のことをこれっぽっちも信じてなかった。偽造パスは用意できましたが、出来が良いとは言えません。レジスタンス活動がうまくいかなくても偽造の仕事で食べていくのは無理でしょうね。まあとにかくやってみましょう。ナイジェル・キャスが待っています。これさ、この人さっき皆さん見ました？腸内ガスっていうねスキル持ってんの。多分おならかな。周りの敵に気づかせるっていう、この腸内ガスブっていうなんだよそれ使ってみたいけども。で、あいつまたあっち行くんで、これをどう振り切るかっていうとこね。やっぱここは陽動かな。適度にいい感じのところで、そうね、ここら辺ですかね。で、ここで陽動かけといて、そう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 。で、ここはちょっとパッといく。で、そこに1人、あれが注意ね、2人か。さあ、パスどうかな。まずい。あぶねえ。ミスター・キャスは分かってる。指示を疑う。さあ次、ここは待ってね、警備員めっちゃいっぱいあるわ。カメラを使って気をそらすことができる。これで陽動ってことか、注意を引くなのだけど、まあこれでいいのかな。陽動、いや注意を引く、こうか。いやでも、いけるかな。今だったらこうパーっていけるか。よし、さあここは軽くダッシュ。ようこそテミスプロジェクトへ。これこそが新世代のドローンだ。潜在的な脅威を自動で識別し隔離し排除する。事前にだ、どこへでも行けて全てを見通す。完璧な正確性により目標がどこにいようと一瞬で消去する。テミスドローン、それは秩序の新たな担い手。即座に躊躇なく使命を果たす。礼を言う。君たちの協力のおかげだ。ありがとう。テミスが始まればロンドンは世界初の真に安全な都市となるだろう。ミスター・キャス、ここに呼ばれたのは倫理的な問題を議論するためだと期待していたのだが。いや、いい。警視総監は心配してくれているだけだ。熱意と献身に敬服する。では倫理の話をしよう。まず第一に、テミスはアルビオンの任務の範疇をはるかに超えている。もっと政府と協議してはどうかな。なるほど。指導を遅らせれば議論を行い詳細を詰められる。人的要素をもっと考慮すべきだ。
今すぐ防衛大臣に電話しよう。話すといい。そうか、分かった。我々をこんな状況に追い込んだのが人的要素だ。無駄な議論、遅延、優柔不断、もうたくさんだ。私はそれが誰でも、自分自身であってもテミスを邪魔させない。さて、タイディスの諸君、準備にかかれるか。結局のところ計画の要は君たちだ。外部と相談する必要は？あ、いえ、ありません。間に合うようにしっかりやってくれ。犯罪者が街を駆け回っている。移民が我々の家族を脅かしている。警視総監はテロリストに暗殺された。決断は難しい。だがやらねば。ひとたびなされれば、それで全てが変わる。緊急事態、書類漏洩のため、これよりビル全体を捜索。いや、これもう独裁ですね。偽造については警告しましたよ。制服は役に立ちます。あまり近くで見られないよう気をつけましょう。バーグリー、出口はどこなの？カタコンベに向かえ。カタコンベ、地下墓地ね。これどうしようかな。テイクダウンかな。多分一人だけ。あー、でも巡回ルートがちょっと面倒ね。ガンジャムもしか陽動か。とりあえず陽動かけて、で、からのテイクダウン。よし。明日には元通りよ。で、さらにここから下。ちょい待ってね。弾薬、いざとなったらもうぶっ放す。軽機関銃で、こっからどう下に行くの。うわ、ここら辺わからんな。あとね、そこにオーディオロンがあったわ。これだわ。キャス局長、警視総監と連絡が取れません。時間稼ぎか。大丈夫、何も変わらないし、俺が変わらせない。何が正しいか分かっているくせに感情に流されるバカがまた一人だ。それでは出席者から外しておきますか。いや、どうせ政府とは協力することになる。警護隊を送って確実に出席させろ。席は会議の前列中央、特別扱いだ。奴は他の者を従わせるための重要な鍵になる。警視総監すらも操ると、まあ、実質的な警察の支配。そこに一人、あれも、できれば陽動したいんだけど、そう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 。で、テイクダウン。まずい。誰かに見られたの？あいつか。あぶね。で、ハイジャック。こいつはですね、注意引く。で、陽動リチャージして、いや、でも結構、そう、この陽動のリチャージ遅いんだよね。それか、こっからこういくか。よし。あー、ただそう、ここなんだよね。次のステージね。ここは何？何人だ？あー、待って待って。ここね、結構まずいんじゃないの？で、カメラないし。カメラがねえべな。これ困ったな。この夫人はこれまずいぞ。こっちからこう行くのか。すっ。あいつな、問題そいつね。どっち向くかだな。さあ、陽動。で、テイクダウン。まずい。これ見つかれば。大丈夫。もうこうなったら突破する。こっち。
ナイジェルを見ただろ。そのなんだ、なかなかの説得力だろ。決めたことはやり通す男よ。すぐにでもテミスプロジェクトに着手するつもりね。ロンドンにとっては良くない状況だわ。ナイジェルか。なんか彼ね、自分がその計画を遅らせることになったら自分も殺すみたいな風に言ってたけど、それはもうなんだろう、選択としてないだろう。可能性として自分の計画なんだから。で、ドキュメント、ガタコンベその1、冊写真、アレックス・スタンディッシュ、ゴーグ研究所の最新調査結果、未送信。精神科なんて行く必要ない、別に行かれてないよ、ニーナ。俺は何ともない。でもアナイリアはどうだ。通信が繋がらないんだぞ。絶対におかしい。俺は見たんだ。奴らはそこにいる。全員いる。暗闇から奴らの声が聞こえてくるんだ。千年分の痛み、千年分の地、名前も刻まれないまま埋められて。もうやめてくれ。終わらせてくれ。クソクソ。奴ら俺たちは憎いんだ。深淵が俺を呼んでる。呼んでる。なんだろうね。深淵が呼んでる。で、どっちかっていうと大事なのこっちかな。宛先、アレックス・スタンディッシュ。で、差し出し人、ニナ・ワッツ。さっきと逆かな？あ、ですね。アレックスか。アレックス、これより肩コンビに関する全ての調査を停止する。キャス局長が現場 B の方が新しいバンカーに適していると判断したのよ。55S 研究所の新たな計画が立ち上がったの。入り口を封鎖して、今後のエリアは立ち入り禁止とする。あの井戸は全員にとって危険なものよ。ヤナジクとテイラーに会ったら報告するように伝えて。夜遊びで会議に遅れるのを許すのもこれで最後よ。わかった。あなたのチームでしょう。きちんと管理して。個人的にあなたは少し休んだ方がいいと思う。何が起きてるのか精神科医に相談してみるといいわ。あそこには何もないのよ、アレックス。ただのカビ臭いカタコンベ以外の何者でもないわ。ニナ・ワッツ、プログラムマネージャー。なんだろうね、千年分の痛み、千年分の地。本当に行かれてんのか、それか何かがあるのか。実際にカタコンベ、多分この先かな。ここもそうか。カタコンベ千年分。あとね、ここ迷路っぽくなってるわ。しかもマップがない。バグル、信号の範囲外。あ、だよね。とここでハッキング。そこもこれなんかな。くそ。インタラクト。気に食わないわ、本当に。これもハッキングね。あとね、こっち、ここもなんかんじゃないかな。ほら、あ、でもこれもあれか、ハッキング。仮想通貨とドキュメント、カタコンベその2、日付は不明、ただ夜中の1時。今度はどこにいるんだ。ここから出る方法を探さないと。わからない、全部同じに見える。ヤナーチェクと LT。 何か聞こえたか。こっちは雑音すら入らない。ここもだ。通信と GPS だけは機能しないなんておかしい。クソ、誰かに見られてる気がする。クソったれの銅像め。何言ってんだよテイラー。おいテイラー、答えろよ。もっと奥まで行かないと。驚かせるなよ、置き去りにされたかと思った。もっと奥へ。テイラー、二つ目の井戸から離れてろ。いつ水が溢れ出すかわからないからな。深淵が呼んでる。そこに乗って、そっちに行くから下に行くな。返事しろテイラー。深淵が呼んでる。何かに見入られたのか、テイラーさん。なんだろうね、なんでそんなことに。超自然的な何かあんのかな。とりあえずこっち、まあ、それか本当にメンタル的に崩壊しちゃっただけなのか。こっちの奥ね。で、多分3番目ですね。カタコンベさん、音声変換テキストファイル。何回も配線を確認したけどダメだ。動くはずなのにショートしてしまう。シスのせいかもしれないが、すべて絶縁処理が施されてるから大丈夫なはずだ。今回は絶対聞こえた。音声認識で拾ってくれるか試してみよう。ダメだクソ、ここは気味が悪い。この場所の恐ろしい歴史についてなんか読まなきゃよかった。ウォレス、ブーリン、レディージェン・グレイニー、クソったれのガイ・フォークスも、
全員ここで処刑された。千年分もの負のエネルギーが壁中に染み付いているに違いない。もちろんそんなものは信じていない。それでもここで一人ぼっちだと考えると背筋がヒヤッとする。クソ、信じてしまいそうだ。違う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 、声を聞くな。あれはまやかしだ。本当の声じゃない。ドブネズミと風と水と影の仕業だ。それだけだ。とにかくここから出る方法を見つければいい。奥だ。裏切り者の門に行けば大丈夫かもしれない。とにかく奥に進もう。なんだろうね、本当になんかあんのかな。でこっからさらに下っていく。こう下って裏切り者の門。あ、でもマップがいいね。ちょい出てきてる。いやでも不気味だね。人骨とかないけど。今のは何だったの？音がする。さあ今の何だったんだろう、果たして。で泳げるんだねこのゲーム。これ知らんかった。アルビオンの極秘プロジェクトの正体は全自動の殺戮マシンだってのか。おまけにキャスはプロジェクトを始動間近だ。早いところヤツの手からテミスを取り上げないと。準備しておきます。あなたも参加しますか、ヘイミッシュ。いや、顔を晒すつもりはない。いやさっきの何だったの、気になるじゃん。何だったんだろう。でミッションクリア。アルビオン潜入とテックポイント。よし。で次ですね、設計図を盗み出せ。多分通信来るかな。あ、違うんだ。ブリーフィングに参加しろ。了解です。じゃあそうですね、すいません、今回は時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で次回ですね、設計図を盗み出せ、このブリーフィングね、まずここに参加するところからスタートしていきましょう。はい。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回もちろんスレギオンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。